じゃあ、早速始めさせていただきます。今日お話しする内容は、電池を使わないエンオーシャンの環境センサーとノードレッドをつなぐ方法です。よろしくお願いします。いますはい、自己紹介あの、スマートライトという会社で、DMX とか d a l i とか KNX っていう制御のプロトコルを使って、照明制御をしているものです、はいで。どれもオープンで国際的な標準規格のものです。 で、私の執筆担当はさっき話したので、これはちょっと飛ばしますね。で、その中で、まあエンオーシャンという、電池を使わない通信の企画があるので、まあ、それの商品を紹介し、商品の紹介っていうか、まあそれの紹介です。えー、本の中では、あの、エンオーシャンのこの、このスイッチを紹介したんですけど、えー、新しくですね、今回、あの、BLE 通信で通信する環境センサーができたんですね。どういう傾けかっていうと、 あのご自宅でこうラズパイとかにいろいろセンサーつないでデータ取ったりいろいろ家電制御している方にぜひちょっとこれね検討してもらえたらなと思います。はい、でこれ結構センサー類って数ヶ月すると電池がなくなって交換しなきゃいけなかったりするんですけどまあこれはずっとその太陽電池で光が当たるところであれば使えるというものです。 でどんなデータが取れるかっていうとまず1番目が温度ですねで2番目がえとヒューミディティで湿度で3番目が照度明るさです4番目が加速度でこれ傾きがあると XYZ でそれぞれの,その G が取れるのでまあそういうデータを取ることができるのとはいあとはこれコンタクト磁石を近づけるとクローズ要はつながってるとか磁石を離すと離れてるっていう接点も取れるんですよ でじゃあこれどういうふうなノードレッドのフローにするかっていうとまあサンプルのフローはこんな感じです。BLE ビーコンスキャナーというのがあるのでそれをライブラリーからインストールするとでこれあの Mac で僕うまくいかなかったのでラズパイで入れたんですけどまあこれを入れて、まあ、世の中あの皆さんお,お持ちの機器もそう,なそうだと思うんですけど BLE の通信いろんなのが飛んでるのでその中で、まあ、この あの自分のセンサーからのデータを読み込むために、この BLE の機器の ID を入れます。これだと製品の裏に書いてあるので、これでフィルターをかけて、あと BLE って、あ、BLE じゃなくて、エンオーシャンの BLE 機器って、1回の同じデータ3回送ってるんですよ。なので、まあこういうディレイノードを使って、その1つだけに制限するっていうようなことをやって、で、まあ出てくるデータがこんな風になりますと。で、ローデータで出てくるので、まあこれが そそのののれれぞれのセンサーーからのデータを持っているんですねざっくり、えー、温度のデータ湿度のデータっていうのがこういうその,あのバッファーの中に入っているのでこれを取り出して整形しますで例えば、えー、っと照度データ明るさのデータを取る場合はこのローデータの中の12番目の数字と13番目の数字まあ値を256ものを足せば照度になりますこれちょっとアンドロイドの方の まあ、BLE を受信できるアプリなんですけど例えば 89Lux っていうものだとさっきのファンクションノードを使えば、えー、ちゃんとこういうふうになりますと。ということで、えー、いろいろ電池を使わなくて信号線もいらないので非常に気軽に使うことができるセンサーです。こ、はい、こんんなふうなことが取れるるのででさも発売する予定だった 予定です。で、今準備してるんですけど、URL に間に合わなかったので、スイッチサイエンスさんでも近日発売なんですが、あの、スマートライトのネットショップでも販売しておりますので、ぜひ皆さんご検討ください。はい。ということで、営業的な話。で、あの、僕、ここら辺の内容はデジタルライトっていうブログと、あとは YouTube チャンネルでも話してますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、私の方からは以上です。ありがとうございます。はい 中畑さん、ありがとうございました。いや、魅力的なデバイスですね。はい、昔、あの、センサータグとかで似たようなのありましたけど、もうちょっと電池消費とか気にする必要があったんですが、かなり面白いなと思いました。あの、買えることを楽しみにしておりますとか、す、ま、で、あ、にスマートライトを起き上っているということで、はい。ということで、ご登壇ありがとうございました。